こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、僕のブランドソーのですね、新作のデニムシャツがようやく完成して販売開始となりますので、皆さんにご紹介をさせていただきたいなと思っています。メンバーシップ動画の中ではもうずいぶん前からですねお伝えしていたので、ようやくだと思っている方もいらっしゃるかなと思います。僕自身ですね、デニムシャツが好きで今までいろんなもの着てきたんですね。本当にこうハードな色落ち加工をしてあるようなレミレリーフだとか、あとはノンネイティブのですねデニムシャツも持っていますし、そのあたりはどちらかというと小綺麗な感じじゃなくてウエスタンシャツみたいなですねアプローチになっているんですね。あとは結構イタリア系ファッションが好きだった時代にはフィナモレのですねカッタウェイのデニムシャツなんかはよく着ていましたね。でその頃ですね、僕は結構オリジナルのブランドやってたんですよ。今から7、8年ぐらい前に一度幻のですねオリジナルブランド機があったんですが、その時にもデニムのシャツって作っていたんですね。そして最近ではオーラリーですね、そちらのこうデニムのシャツを久々にですね着てみたら、いやめちゃくちゃいいなということで、このあたりをうまく自分のブランドにも落とし込めないかということで、皆さんと一緒にいろいろとお伝えしながらですね完成したのがこちらのシャツになっています。ベースとしてはですね、今っぽいちょっとゆとりのあるサイズ感のシャツをベースにしてるんですね。僕のブランドの中ではグレーのウールライクシャツだとか、あとは先日ご紹介したベージュのシャツだとか、あのあたりが型が同じになってまして、見ていただくとですね、身幅も結構ゆとりがあります。身長164センチ53キロの僕で今 M サイズを着てるんですね。サンプルを作る際には基本的には一番中央な M サイズを作るようにしてるんですが、僕だったらこれ S でもいいかなと思うぐらいのサイズ感ですけども、ゆったり着るのが好きなのでこれぐらいのサイズ感になっています。肩のラインは落ちていますね。はい、そしてこう全体的にはゆとりがあって、着丈もやや長めになってあるので、そのあたりはこうリラックス感のある着こなしが簡単に実現できるかなと思います。最近こうねトレンドの流れはジャストサイズの方向に触れてきてるって話もありますが、とは言っても本当にごくごく少数の人しかまだやってないですし、それ今やり始めてもなんか逆に普通に見えてしまうので、適度なオーバーサイズというところは使ってあげた方が今っぽくは見えやすいかなと思うので、僕はこれぐらいのサイズ感が気に入っていますね。はい、で襟の形は相変わらずちょっと大きめです。オーラリーなんかも大きめですし、あとはエディフィスのオリジナルなんかは割とコンパクトだったりだとか、ブランドによって襟の大きさって変わってくるんですが、僕はですねちょっと大きめぐらいが好きなんですね。で身幅に関しては適度にゆとりがあるという感じです。でデニムの素材なんですが、結構気持ちがいい厚みになっていまして、季節感があんまり関係なく使えるかなというところで、今時期ですね、最近は暑い日が続いているので、ちょっと長袖シャツの気分じゃないけども、9月の中旬ぐらいからは気温下がってくるので、その時には T シャツの上にさらりと着るぐらいでちょうどよくて、僕の場合はこう腕まくりをしてちょっとこう着崩しながらっていうのが一番好きなので、こんな着こなしが一番想定できるかなと思います。もちろん開けて着るだけじゃなくて、こう締めて着るのもよくて、それだったら第1ボタンとか第2ボタンは、開けてですね、この中間ぐらいのボタンだけをこのような感じで締めてさらりと着るっていうのが個人的には好きな着こなしですね。これも大人っぽくていい感じです。あと場合によってはこうタックインをしながら着るっていうスタイリングもできるので、さまざまな着方は想定できるんじゃないのかなと思います。僕は今は T シャツを着て、そしてボトムスですね、ブラック系のパンツもすごくいいんですが、今回はですねこれまた今月入ってくるかなギリかなって感じですけど、ストライプダークネイビーのストライプパンツをオリジナルで作っているんですね。それと合わせました、デニムのシャツのインディゴブルー、結構淡めのもう本当ライトブルーに近いような感じですけども、それとこうダークネイビーがすごく相性がいいのでこんな形で合わせました。で今期のうちのボトムスちゃんとベルトループついているので、このようにベルトをしてあげてタックインのスタイルが結構ハマりやすいかなと思ってまして、こんな感じで、秋は楽しみたいなと思っています。この、ね、
鉄板の色合いだと思いますね。デニムの中でも割とライトカラーですよね。ブルーのシャツに近いぐらいですね、明るめのフェード感のものにしてあるので、これはなんだろうな、カジュアル見えしそうな色ではあるんですが、意外と上品な、そんなにこう色落ちがハードにしてない感じなので、結構使いやすいですね。ライトブルーのシャツなんだけどデニム風って感じで考えてもらうといいかなと思いますね。まあ本当にね、こう2枚袖といってですね、ジャケットとかのですね仕様に近いような肩のラインとか、この肩のあたりのですねデザインを意識してまして、このあたりはですね結構高見えするようなシャツになってるかなと思います。それだけこう生地の分量もたくさん取るので、意外と工賃かかってしまうんですが、すごくね仕上がりが良くて個人的には気に入っていますね。このシャツ今日ですね9月の12日午後6時から販売予定なので、まあ、よかったら皆さん、概要欄にですねリンク貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただきたいなと思っています。枚数は100枚前後なので、そんなめちゃくちゃ多いっていうわけではないんですが、メンバーシップの方は先行でお伝えしているので、よかったらチェックをしていただきたいなと思います。また来週にはもう一般公開しちゃうので、今回ちょっとスピードは速いかもしれないので、ちょっと事前にチェックをしていただくのがいいかなと思いますね。で、着方としてはこういった感じで T シャツ上にさらりという感じもいいんですが、あとはもうちょっと季節進んだら、この上にですねコートを着るような着こなしも合うかなと思います。ちょっとやってみたいなと思うんですが、ブラック系のコートだったらもう間違いがないんですが、個人的にはですねちょっとベージュとかブラウンだとか、そのあたりのコートと着ていただくのがいいんじゃないのかなと思っています。なのでちょっと今回はベージュのコートを上に羽織ってみますね。はい、着るとこんな感じです。僕のブランドソウのですね、これも新作となるベージュのコートで、もうこれもそろそろ入荷するぐらいなんですが、まあ、こういったベージュとかブラウン系のものとデニムもすごく相性がいいので、ちょっと上半身明るめにしてボトムスで濃い色っていう感じもいいかなと思うので、アウターの着こなしもバッチリハマってきます。はい、まあ、ジャケットにですね襟付きのシャツっていうのもちょっと堅苦しい感じがするんですが、まあ、色がこういったライトブルーでデニムのちょっとね色落ち感が楽しめるようなものなので、ジャケットで着ても意外とハマったりするので、いろんな着こなしが想定できるかなと思います。非常に便利なシャツなので、ぜひ皆さんもですねあらゆる季節に使っていただきたいなと思うんですね。まあ、これから秋の季節に使って、もちろん冬場も重ね着で使うことができて、なおかつ春も使えることができるので、まあ夏以外は使えるようなシャツなので、皆さんよかったらチェックをしていただきたいなと思います。価格は 17,200円、国産の生地と国産の工場、国内の工場で縫製してますので、まあ、仕上がりは割といいかなと思うので、よかったらチェックしていただければなと思っています。ということで、以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。